憧れのあのブランドのヴィンテージアイテム、こちらデュラブル。まあ本当にこのブランドは謎が多い、ブランドなんですよね。裏地がねもうすごいでしょ。全然ねこの40年代後半から50年代前半の革質に見えないです。ご視聴いただきありがとうございます。どうもこんにちは、シセです。今回なんですけども、憧れのあのブランドのヴィンテージアイテム手に入れたのでご紹介したいと思います。今回ご紹介するブランドはですね、こちらじゃじゃん、デュラブル。でデュラブルといえばやはりワイルドワン、マーロンブランドが着用したことで有名ですけども、まあ、いわゆるねそういうアメジャンスタイルというか、ダブルのライダースを連想するかなと思うんですけども、まあ、デュラブルとしてはかなり珍しいモデルになるのでご紹介していこうと思います。なかなかね面白い革ジャンなんで、ぜひともですね最後までご視聴いただければと思います。それではよろしくお願いします。はい、ということで今回はデュラブルになりますね。こちらの動画でも紹介しましたけども、デュラブルのライダースも持っています。でこのライダースが、まあ、いわゆる皆さんが連想されるデュラブルかなと思いますし、本当に年々ね、価値が上がってるというか、もう手がつけれないような値段になっているブランドではあるんですけども、まあ、本当に謎大きいブランドです。なので、まあ、そういったところもちょっとお話ししていこうかなと思います。それではですね、ちょっとダラダラと喋っていてもあれなんで、早速ですけどちょっとディテールの方を見ていきたいと思います。はい、それではですねデュラブルの、ディテールの方を見ていきたいと思うんですけども、年代はですねおそらく40年代から50年代の前期にかけてのものなんじゃないかなと、僕の視聴者の方でですね昔から見ていただいている方なんですけども、めちゃめちゃデュラブルマニアの方がいらっしゃいまして、その方にも一応、ちょっとね見てもらいました。僕ねそんなデュラブル詳しくないので、まあ、せっかくの機会なんで、見てもらいました。でその方が、言っていたことっていうところも、一緒にディテールでお話しできればと思っていますけども、でデュラブルは、オーダーラインと大衆ラインの2つがあるみたいです。でそれがタグで、区別されていたのではないかというふうに言われてるんですけども、まあ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 、そこら辺に関してはちょっと比較、するものがないのでですね、手に入れることができたらまた、言っていきたいなと思うんですけども、まあ、本当にこのブランドは謎が多い、ブランドなんですよね。デュラブル、まあ、名前自体めちゃめちゃかっこいいなと思いますけども、で、まあ、デュラブルといえば、冒頭でも言いましたけども、やはりマーロンブランドがワイルドワンで着用していたあのデュラブルですよね。まあ、ショットなんじゃないかデュラブルなんじゃないかっていう論争がありますけども、まあ、僕はデュラブルだと思うし、まあ、っていうか絶対に、デュラブルかなと思ってるんですけども、まあ、そういったところでヴィンテージの、市場が年々上がっているブランドでもあります。まあいろいろ見ていくところはあるんですけども、まず見てもらいたいのがこの、フロント部分のここの、ポケットのデザイン、なんかありそうでなかったというか、正方形にラインが打ってあって、でここに、ポケット手を入れるスペースが両側にある。なかなかね面白いディテールを、してるんじゃないかなと思います。であとはまあ注目すべきところはこのジップなんですけども、ただこのジップに関してはおそらくなんですけど付け替えてるんじゃないかなと思います。ただ、ジップはねめちゃめちゃ年季が入ってて錆びてるんで、まあ、当時のものは当時のものなんで、まあ、それはそれで価値が、あるんじゃないかなと、まあ、年代で言うとおそらく50年代、後期から70年代ぐらいの間にかけてのタロン社のものだと思います。で結構錆びてて、まあちょっと、締めるにはだいぶね力がいるんですけども、ただ全然まだ動くことはできるので、まあ使うことはできます。ただそんな使いたくないですね、怖いんで。まあ本当は使ってった方がいいとは思うんですけど、であとはですね、ここの胸のところも可愛いですよね。このね胸の、ポケットがねまた独特というか、両側になくてねあえて片側だけにあるっていうね、このデザインがね、ちょっと粋だなと思いますし、このね垂れ下がっている、金具もめちゃめちゃ可愛いなと思うんですけども、あとはだいぶね襟もデカめというか、まあ、結構存在感のある、襟元をしてるんですよね。そこも面白くて、まあ、注目すべき、
点かなと思います。で、着用動画で見てもらえば分かりますけど、かなり存在感があるのがこの襟元です。他のブランドにはなかなかない、面白いディテールが結構詰まってます。で、あとはですね、ここの肩のところも、まあ一応これはエポレットっていうのが正しいのかな、まあここの要素とかも、かなりアメジャンらしい、ところなんじゃないかなと。裏地がね、もうすごいでしょなんていうかな、高級な絨毯みたいな肌触りがすごく良くて、あとはね、僕びっくりしたんですけど、これ一応、40年代後期から50年代、前期ぐらいのものと申し上げましたけども、にしてはめちゃめちゃ発色がいいんだよね。すごく綺麗な赤で、まあおそらく当時のものからそんなに、色は変わってないと思うんですけど、まあ、発色がめちゃめちゃ良くて、それこそルイスのレッドキルティングと、近いような発色をしているので、この色がね、結構好きなんですよ。で、こういう、カジュアルな、上着のスタイルにですね、あえてこういう赤の、高級感あふれるものを使って差別化をしてくる。ここもまたね、面白いというか、粋だし、いいところかなと思います。で、あとは、まあ、リブのところに関しては結構虫食いとかあったりして、まあ大丈夫かよと思うんですけども、まあ一応ね、まだ、普通に、まあ、使えるんじゃないかなというところで、今んとこは何の処置もせずにこのまま行こうかなと思います。で、フロント部分の革を見ると、まあだいぶね、擦れているところがあったりとか、するんですけども、まあ面白いですよね、こことかね。こういうところとか、まあ、擦れてるんだけど、まあ、それはそれで味があるというか、まあ、現行には出せない、魅力があるし、それこそ、古着好きな方はここがね、めちゃめちゃ気に入るポイントなんじゃないかなと思うんですけども、後ろも見てみましょうか。はい、身幅がね、広いですね。なので、まあ結構ね、フーディーとか着込んでも全然、着れることができるし、まあ、ただ後ろのね、このやれ感もめちゃめちゃいいよね。この擦れてるところとかね、いや、めちゃめちゃ前のオーナーが着てたんだろうなっていうのがすごい伝わってくるし、後ろは至ってシンプルというか、まあ、すごくカジュアルに、着こなせる、アイテムかなと思います。はい、まあ、そんな感じなんですけど、あとはアームの部分もね、結構、まあ、これも着るとね、よりわかるけど、結構ごついんですよね。で、サイズは一応42のものです。これもね、タグがまだ残ってて、珍しいなと思ってるんですけど、まあ、こういったところもね、残ってるんで、だいぶ珍しいです、うん、ていうか、そもそもデュラブル自体珍しいんだけど、この個体、このデザインがめちゃめちゃ珍しすぎるっていうね、もうめちゃめちゃいい買い物ができたなと思うんですけど、で、あとはですね、このカラーリングじゃないですか、なんといっても、うん、このカラーリングが渋い。何色って言えばいいんだろう、まあ、グレーなんだけど、ちょっと水色っぽさもあったりして、まあ画面上だとどうだろう、ちゃんと色が出てるか不安ですけども、まあ、結構ね、ない、配色かなと思います。で、特に、当時のアメリカでこの色合いの革ジャンがあったとなると、まあかなりこれを着てた人目立ってただろうなと、うん、思いますし、めちゃめちゃ、センスがあるなと思います。可愛いですよね、このカラーリング。まあ、僕みたいなね、まだ若造が着るよりもちょっとね、もう50代60代ぐらいの方がさらっと羽織る色合いとしてはめちゃめちゃかっこいいんじゃないかなと、うん、思ったりもするんですけども、まあね、このいろいろね、この革ジャンを買った理由ってのはあるんですけど、まあその一つにやっぱこのカラーリングじゃないかなと。そうだ、言い忘れていたんですけど、ちょっとタグを見てほしいんですけど、タグはね、こういうものになってます。で、このタグから分かる通り、おそらく40年代後期から50年代、前期ぐらいのものではないかと、推測することができます。で、ホースハイドと、書いてあるので、こちらはホースハイドになります。ホースハイドでこの色合いやばすぎる。そんなもんあったんかいっていうね、珍しいものかなと思うんですけども、いかがでしょうか。それではですね、早速着てみたいと思います。はい、着てみましたけど、どうでしょう。ちょっと硬いんだけど、まあ着込んでいけば柔らかくなってくるのかなと思います。まあ、丈感的にはちょっとやっぱね、短いですね。それもね、またヴィンテージ感があって、いいのかなと思いますし、
やっぱこの擦れてる感じがね、めちゃめちゃいいよね。一つ難点があって、この革ジャンやたら臭いんだよねめちゃめちゃ臭いのよ。だから結構ね、外で晒したりとかしたんですけど、だいぶ匂いが強いな。やっぱこれ一回洗わないとダメかもしれないですね。まあ、襟の存在感とか結構すごいですね。でかい、やっぱり。あとはこの中のね、インナーがめちゃめちゃ発色がいい。発色いいし、肌触りがめっちゃいいんだよ。だけどめっちゃ臭い。まあ、おしゃれは我慢ってこういうことなんかな。一応フロントも閉めれるんで閉めますけど、まあ、閉めるとこういう感じで、まあ、ホースハイドなんでちょっとね硬めですけど、まあ、ポケットの位置とかすごくね、ちょうどいい。僕的には全然余談でどうでもいいんですけど、このね形で歩くの好きなんだよね。あー寒いーみたいな感じでめちゃくそ余談ですいません。発色もいいっすね。この色の革ジャン可愛いな。めちゃめちゃ可愛い。いいっすね。ちょっと動画上だとちゃんとね、現物の色合いが出てるかちょっと不安ではあるんですけど、あとはねこういうね、リブのところ、ここら辺もねだいぶ黄ばんでて、これ何の色なんすかみたいなね。ここもねなんとかしてちょっとここでも、せめてここのところはねちょっとまだ虫食いもないんで、まあ、洗いたいなと思います。これね、1日ちょっと着てみたんですけど痒くなるんだよね本当にちょっと不潔なんだよな。だからちょっと、ちゃんと洗って愛用していきたいと思います。ただ怖いんだよねヴィンテージのものを洗うって。後ろは割とシンプルなんですけど結構まだ余裕があるんで、まあ、全然フーディーとか、ね、着込むこともできるし、まあ何よりこのね革質がねいいっすね。革質自体はめちゃめちゃいいっすよ。やっぱ張りがあって、まあ、だいぶ古いものなんですけど全然ねこの40年代後半から50年代前半の革質に見えないですっていうぐらいすごく、綺麗な革ですね。めちゃめちゃかっこいい。これなんか着込んでったらもっといいエイジングしそうな気がするな。まだまだいける気がする。革質はやっぱさすがデュラブルですね。魅力的なところを感じますけど、まあ、この丈感といいね、いやー面白いね。どん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 このヴィンテージの沼に僕ハマってますけど、いや見たことないな、まだデュラブルでこの形は。だからすっげー貴重だと思うんですよね。ある意味マーロンブランドが着てたデュラブルよりこっちのデュラブルの方が、まあ、多分市場価値は安いんだろうけど珍しいと思う。いかがでしょうか。いやーもういい感じにやれてるのもいいっすよね。あとはやっぱオイニー問題だな。この匂いだけどうにかしたい。ちなみに皆さんはこういうねくっさーいヴィンテージはどういう風に匂い取ってますか。ぜひともですねコメントで教えてください。まあ、結構きついんだよね。部屋中この匂いになっちゃうから困ってるんですよ。まあただおしゃれは我慢すからね。はい、ということで、紹介してきましたけどもいかがでしょうか。まあシルエットとしてはかなりちょうどいいというか僕のサイズに合ってるんじゃないかなっていうところもあるし、革質も、まあ、若干死んではいますけどまだまだ、メンテナンスすれば使えるかなっていうところもあるので、着ていきたいと思います。まあ、本当にねこのね、カラーリングの革ジャンを買うことって普通はないんですよね。基本的には僕は黒の革ジャンが多いんですけども、ただ、デュラブルしかもこのカラーリングっていうところでもう、買うしかなかったですでまあいろいろとね、見ていきましたけども存在感のあるブランドですし、まあ今後もですね、まあ注意深くいろいろと、デュラブルは見ていこうかなと思ってます。で本当に謎多きブランドで、僕も全然ねまだまだ、知らないことが多いのでまあいろいろと勉強していってですねデュラブルについて詳しくなれたらいいなと思ってます。もしよければですね、デュラブル好きな方、またデュラブルに詳しいよっていう方がいらっしゃいましたら、まあ、こういうところが、デュラブルの良さだよとか、
こういう実はデュラブルって、こういうブランド背景があるよとか、まあ、そういった、些細な情報でもいいので、もしよければですねコメントで教えていただけると非常に嬉しいです。はい、ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。こちらの動画が少しでも面白いなと思っていただけましたら、ぜひともチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。